高橋陽一教授、開越大学教授の高橋陽一教授、やっちゃいましたね。コロナ流行り病への感染拡大において緻密な統計学の知識から分析して予想通りのピークと収束だと第1波の時に語っていらっしゃった高橋陽一教授、やっちゃいましたね。第2波は来る、でも半分ぐらいだろうと言ってた矢先のまさかの293人超え。でもいいんですよ、統計というのはね、しっかりと統計を取らないと、あの計算だけじゃあね、予測できないですよ。最初の緻密な、情報収集報告があってこその分析なんです。だからいいんですよ、計算が、元の情報が間違ってたらね、あの計算通りに行くはずがないんです。こういうね、そもそも検査数が分かりません。どの程度検査をしているかという状況は分からない中で、統計学というのはね、意味をなさないわけなんですよ。だからいいんです。それよりも、来月から愛知県では、大村知事のリコールが始まります。僕と一緒に愛知県に来て大村知事のリコールをしませんか。お待ちしてます。